やるのか本当に。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すればわかるというのか。ああ、わかるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。すごいじゃん。15年前お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした、あの時のホームランはまぐれだったのか。あ、早く次投げろ。チこっちの嫉妬は打たないってか。お前何考えてやがる。次だ。いいだろう、次が7球目。15年前と同じ、次の球で終わりだ。どうして、どうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない、待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ、きっとな。15年って、お前20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間俺はワイ・バーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。篠田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。俺もやっとこれで引退できる。ありがとうな。そうだ。